でさん、ありがとうございます。演歌からはえらい離れたわけですね。そうですね、デビュー当時は本当にテンポのいい曲が多かったですね、はいはい、あこれはでも今この特に夏はもう人気の曲で、そうやね、はい、そうやね、あのキャッチーやし ね、 ね、ありがとうございます。やっぱあの今なんですか、まるまるもりもりみたいなそうです ね、 ねなんか子供にも人気みたいなね。そうですね、今日はあのスタジオに生ビールの方、はい、今生ビール持ってきてもらいましてね差し入れかとも本物かと思ったらあの違いまして、私がいつも英語で使っているサンプルのサンプルの、はい、ちなみによく飲まれるんですかね、はい、お酒弱いんですよ。何でも飲めるんですけど量はちょっとすぐ真っ赤になって、うん、すぐ陽気になってすぐ寝てしまう。あ、はい、まあでもあのいいじゃないですか、もともと伊達さん陽気なのにさらに陽気になっていく、もううるさいですね、次の日声ガラガラで仕事になります、仕事ならないくなるんでね。でもあの自分気ぃすんだら寝ると。そうですねいやでもあのなんかこうずっとこう暗い感、まあでも演歌ってそういう世界も多かったりしますもんね。ちょっとやっぱり影があるのが演歌歌手っていうふうな今までのイメージありますよね、劇場、うん、ねえ、ところが私影がなくってでもやっとなんか私とかの時代が来たかなって最近演歌の世界でも自分で思ってます、はい。まあ、あの昔はね何にしてもあの例えば2枚目、ねね、ドラマ見てもトレンディ俳優みたいな、今お笑い芸人、そうですよ ね、 ね、今だって川島英吾さんのあの歌今流行るかって言ったらわからないですもんね。あ、時代の流れと雰囲気で合うかどうかっていう話になるとね、はい、今川島英吾さんに失礼なこと言ったかもしれないですけど、例えばの話ですから、はい、伊達さんは精力的にいろんなイベントショーもこなされてるんですけど、はい、やっぱりあの関東の方のお仕事が多いですか。そうです ね、 ね、関西キャンペーンが始まったのが大体2年ぐらい前からで、はいはい、最近ではもう月に2回ぐらいは最低でもあのお邪魔してるんですけど、関西に、はい、はい、もう本当行ったり来たりしてるんですね。そうなんです、うん、はい、この間も何ですかね、清水明さんとかと、はい、あ、チャリティーやったわけですね。そうですね、うん、やっぱり東日本大震災の影響というのが今でもね、あの関東は特に大きいので、うん、チャリティーコンサートをやりました。あ、はい、ちょっと節子さん、はい、美空ひばり23回忌したい、歌う。そうですね、ちょうど今年はね、美空ひばりさんが亡くなられて23回忌ということで、うんうん、妹さんの佐藤節子さんも特別出演されましてね、はい、はいはい、15周年新曲発売記念コンサートもこなされて、最近にこう固まってたんですね、はい、結構ちょっと続いてます ね、 ね、まあ、大体毎月なんかそういったちょっと大きいイベントにはあの参加するようにしてるんですけれど、お忙しくされてると、はい、また9月にも神奈川県で大きいのに出られるわけですね。はい、芋づるの会っていう、はい、あのボランティアの歌手のグループがありまして、はいはい、主催されているのが日高雅人さんなんですけれども、うんうん、毎年あのこの会は行われていまして、はい、今度はあの今日が、南足柄市文化会館というところで神奈川の、はいはい、行われます。おいしそうさんなど出会うわけですね、はい、そうですね。なんや聞いてる人は関東ばっかりでわし行かれへんかなっていう方はどこに行ったいんですかね。8月の7日に7日ですねもうすぐなんですけど、はい、上六の十字屋さんという CD ショップさんで、はい、キャンペーンを行います。新曲の、はい、そこで生歌が聴けるわけですね。そうですね、うん、はい、顔も見ていただけますし、うん、はい、7日って言ったら、日曜日。そうです、あ、日曜日やったら皆さん行きやすいかもしれない。13時から、ね、はい、午後1時から歌ってますのでぜひ来てくださいね。生伊達さん、生伊達生伊達さん、はいちょっとでもお話聞いたらやっぱあの明るい方やなっていうのは皆さんお伝わり。え、本当ですか、ね、嬉しいな。ぜひあの上六、はい、まあ電車でガリャッといった上六ですからあ、近いですかここから乗り換え何回行く。上六やったら1回、1回ね、上六。本当ですか、うん、あ、じゃあもう皆さん全員で来てください。全員で、はい、生伊達さんを、はい、生伊達さん発音変えたら名字みたいになってきた。そうですね、ダメですね、こんなやつは。はい、さて続いては津軽女節、津軽ですか、テーマは。そうですね、これは今まで
歌謡曲を歌ってきたのが演歌に転向するきっかけになった曲で、はあはあ、この曲から和服を着て、うん、歌うようになりまして、うん、最近では和服が本当に大好きになりましてね、はいはい、和服の会、呉服会という会も結成しまして、もう常々お衣装は和装ですか、お着物、そうですね、着物が衣装は多いですね、うん、あとは今新曲がよさこいソーラン風の曲なので、はいはい、和服をちょっとアレンジして、うんうんうん、リメイクしたものを着てます、うんうんうん、はい、洋服はあんまりショーでは、あ、でも大きなコンサートとかになりますともうやっぱり着替えれるし、ダンサーもいるので、あ、そうか、そうか、はい、もういろいろですよ、ミニスカートあり、あ、ミニスカートあり皆さん目の包容にじゃあぜひよろしくお願いします、包容です、はい、包容じゃなくて、うん、包容じゃ包容に、はい、次から女節、津軽のテーマとかやっぱりもう三味線パンパンって感じの曲、そうですね、ねぶた祭りとねぶた祭りの違いのように、うん、この津軽女節は弘前の方のねぶたの方のイメージなんですよ、はあはあ、で青森の方ですとねぶた祭りっていうとこういやーっと騒いで、うん、はいはい、掛け声かけてっていう感じなんですけれども、うん、ねぶたの方は静かな厳かな感じで、はい、ちょっとまた違うみたいなんですよね、またちょっと派手ではない津軽の雰囲気をこの曲で、はい、感じていただければと思います、はい、津軽女節。